はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。僕、最近ですね、はい。舞台、この前終わって、ちょっと映像のね、はい。作品をちょっと撮ってるんですよ、自分たちで。あ、へえ。外でこう、カメラを回すことが多いじゃないですか。暑いから、やっぱ、ね、日焼け止めマスクですよ、やっぱ僕たちは。あ、そうだよね。なんか急に黒くなったりね、したら。そう、まずいから。でですよ、日焼け止めってね、女の人がやるイメージだったんですよ。でもなんかここ昨今の時代、男の子も日焼け止め塗るし、日傘さすし、メイクもメイするクもすね。るしってあるじゃないですか。だけど自分の彼氏がとか、急になんか待ち合わせした友達、男友達が日焼け止め塗り出したらどう思うんだろうって、みんな。あ、なるほどね。なんか僕、いまだに違和感あるんですよ。なんか例えば友達と、僕もいまだにサッカーをしますから、たまに仲間と集まって。でもそんなやつらは日焼けガンガン OK みたいなやつらだったわけですよ、もともとはね。ちょっと待ってっつって、日焼け止めこうやって塗って、そういうのを見てみんなどう思ってんだろうなっていう。なるほどね。でもなんかそれしてると清潔感あって、なんかプラスポイントって言う人もいるよどんぐらいの割合なんだろうなってめっちゃ気になるんですよ、なんか。ね。昭和の親父だよね。うちの親父もな、僕眉毛整えちゃっただけで、なんかボディーソープとかさ、洗顔フォームですらさ、ちょっと多分抵抗ある世代。高校生、大学とかになって、やっぱ化粧水とかをなんかこう洗面台とかに並べ始めたら、なんだこれみたいな、飲み物かみたいな、飲めるかっていう、こう、そういう飲んでなんみか、ろって。飲んでみようっていう、やっぱね、そういうのありますよね。さあ翔くん、はい。ベガルタ2連勝ですね。いいっすね。なんか一戦一戦大切にしてる感じないですか？ああ、わかりますよ。勝った瞬間なんか、よ、なんかなんていうの、ワールドカップかなこれみたいな。確かに、熱いね。なんかやっぱ大分の選手よりもなんか、勢い感じたもんね、やっぱなんか。飲水タイムの時やっぱ抜かれるじゃないですか。その時はやっぱコミュニケーションの量とか、なんか熱量とか、わかる、めっちゃ表情喋が。ってるみんな。ベンチに下がった人も出てきてね、あ、そう。励まして声かけてるんですよ。いい流れ来てます。そこでですよ、はい。次の試合、ヴァンフォーレ甲府ですね。あれなんだよね、4月か6月に確かピーター・ウタカ選手が2桁に突入したんですよ。その辺りからもう印象にないです。であれでしょ、1位から6位に入ったり、落ちたり入ったり落ちたりみたいな感じなんだよね。でもね、中身は全然わかんない。なるほど。誰が活躍してるとか。甲府ね、面白いですね。ちょっとその辺はい。ぜひお願いします。甲府ですけども、スタッフさんが言った通りに、プレーオフ圏内入ったり抜けたり入ったり抜けたりみたいなの、今9位ですね。あ、ちょっとイメージより落ちてる。だけど、プレーオフ圏内までは2ポイント差っていう。だから次のこのベガルタ戦勝ったらまた返り咲きできるっていうとこで、その仙台と甲府の差は8ポイント。おお、だからこれもう、てかもはやベガルタにとってはもうどこが相手でもずっとそうです6ポイントゲームみたいなね。ことになるんですけども、チームでどう、誰が点取って誰がアシストしてるのかっていうところですけど、まあ1位はね、そこご覧の通り、ご覧の通りって何も見てないんですけども、ご存知の通りね、ピーター・ウタカ選手の11ゴール。おそして第2位、ボンバーヘッド、三平選手、お、6ゴール。そして3位は10番になった男、長谷川選手ですね。ああ、この順位見ると、なんか新加入で取ったフォワードが結果残して、もともとのなんかいた選手がそれに便乗して活躍もしてみたいな。確かに確かに。甲府はずっと変わらず4231システムって感じですか。4バック2ボランチ2列目3人1トップみたいな、それは崩さずやっている。なんですけれどもね、ちょっとどうした甲府っていうふうに、直近5試合振り返ってみますと、勝ててませんね。おお、0勝1分け4敗。4敗。しかもその、まあ上位対決、プレーオフ圏内同士の戦いとかのだったらまだああってなるんですけど、栃木、金沢、いわき、ジュビロ、山口、だからジュビロ以外全員トップハーフにすら入っていない。むしろまあ金沢とかは今降格圏内ですし、みんな15位以下のチームなんですよね。そうですね。そこに1勝もできなかったっていう、なぜなのかっていうところにちょっと迫っていきたいと思いますけれども、課題はいろいろありますね。まずね、栃木に03、金沢に02だったりっていう、下位相手なのに点が取れないっていうね、攻撃の厚みがない。そうなんだ。出してと
出す人と受ける人だけのなんか関係性みたいな、噛み合ってないんだ。攻撃のパターンがなんかカウンターだけみたいになってるというか、2巡目になってくるとそこもね、いろいろ対策されますから。とか、あとまあ宇高選手だけとりあえず見とけば怖くないでしょみたいな。確かに確かに、僕も多分まあ安易な考えだけど、まあ、それはまあ一理ありますよね、まあ、11点取ってるわけだから、うん、とかで対策されると、あれ俺ら全然なんか最近点取れてないなみたいな感じになってるようですね。うん、そこで注目なポイントが夏の移籍なわけですよね。ああ、そっか。そんなチーム状況を誰変えてくるか。やっぱあれだよね、センターフォワードか。甲府は2列目、ああ3枚いますからね。そう、2列目で、うん、点取りたい。一番いいのは横浜 FC とかから荒井瑞希とか取ればいいんじゃない。おお、さすがですね。え、さすがの分析力。そう、そのね、3枚もしくはワントップで使える選手を取ってます。お、あ、お、すげえ。何、どっちもいける人。どっちもいけますね。誰だ誰だ。甲府です。夏の移籍で4枚取ったんですね。結構獲得。あ、 4人も取ったの。4人も取ってます。荒井瑞希選手っぽい選手、なんと長崎から来たクリスティアーノ選手ですね。え、嘘。はい、すごっ。古巣帰り。ああ、そうですね。 3度目の甲府です。いいかも。長崎やっぱ合わなかったのかな。合わなかったかもね。クリスティアーノ選手やっぱサイドもできて、まあ、ワントップできないこともないかなっていう選手。うん、実際このまで山口戦も宇高選手に代わってワントップやってましたね。ああ、そうなんだ。それだけで面白いじゃん。ドリブルもアシストもできて、うん、まあ、センスの塊みたいな。そうですね。J1 経験もあってみたいな選手をまず取りました。はい。もう一人はボランチですね。ボランチ。なんと鹿島から取りました。おお。中村亮太郎選手っていう。こちらもね、あの1年半ぶりの甲府復帰でして。あ、そうなんだ。そう、だから甲府で頑張って、昇格、うん、個人昇格したみたいな。まあなんといっても鹿島のボランチといえば、ディエゴ・ピズカ選手がいたり、樋口雄太選手いたり、町田から移籍した佐野海舟選手がいたりとか、なんかそういうなんかもう鹿島っぽいわみたいな選手たちの中でこう揉まれたカムバックなんですけど、はい、まあ、こちらの中盤の底から結構精度あるパス出せたりとか、あとダッシュ力、ボール奪う力もあるっていう選手で、まあ、ベガルタで言うと、まあ、吉木選手的なセンスありつつ、ボールもしっかり頑張って取るみたいな。はいはいはい、中盤の底から支えてくれるタイプ。そしてもう一人、これはねビッグネームだと思いますよ。お、これはディフェンダーの選手、右サイドバック。右サイドバックなんだ。ビッグネームで右サイドバック。うーわー、 J1 経験豊富ですね。豊富なんだ。はい、関西の。関西。お、藤原かなと思って。あー、なる。あ、惜しい。隣のチームですね。セレッソってサイドバック。あ、あ、え、まだ若い。あ、なんか結構いろんな名前が似てる人がいたり。あ、そうだよね。名字が同じ人が結構いたり。うわ、名前どう忘れした。サイドバックで4人ぐらいいるよね、同じような名前。いっぱいいますよね。はい、ごめん、名前出てこない。松田陸選手。あ、そうそうそう、来たんすよ、甲府。へえー、もちろん J1 経験豊富ですし、はい、でバリバリセレッソで本当主力として戦ってた選手、うん、クロスの精度あって、状況判断だったり、はい、クレバーなプレー、うんうん、まあ、ベガルタでいうと、まあ、ミスター25番菅井直樹選手みたいな、はいはいはい、クロスだけじゃなくて点も取っちゃうみたいな、そこにもいるんだ、ね、顔出すみたいな。キーパーも取ったんですね。マイケル・ウッド選手っていうゴールキーパーを京都から、東京オリンピックのニュージーランド代表なんですよね。へえ。甲府の守護神だった川田康平選手、試合で多分スリップかなんかして膝をやっちゃったんですよね。結構あれなんだね、正ゴールキーパー怪我したりとか結構大変だったんだね。 ACL やったりとか。そう、 ACL 始まりますからね、またこれからヒーヒーします、ね、これからヒーヒーしますよねっていう、まあ、結構全員 J1 経験してる選手を獲得するっていう感じで補強しまして、いろんなとこから、中盤の底からいろんなゲームメイクする中村選手だったり、サイドを駆け上がる松田選手だったり、もともと強い前線にさらなる強みをクリスティアン選手入れて、ゴールキーパーからビルドアップもしっかりできてみたいな。で、まあその選手が加わって、まだ2試合目3試合目なんで、ここからもしかしたら形ができてって追い上げてくるのかっていう今ところですよね。他にもちょっと課題があって、甲府僕的にはね、センターバック
補強した方が良かったんじゃないかなっていうふうに思いましたね。甲府のセンターバックっていうかディフェンスラインで結構若いんですよね。甲府なんか開幕の時から課題がそのなんか前線からのプレスがあんまなくて、なんかラインもコンパクトにあんまできなくて、ちょっと間延びしたオープンな展開になって、はい、そこが課題だったらしいんですよ、ずっとね。でもなんか圧倒的な攻撃力があったから、そこでまあ2点取られても3点返す、去年のベガルタみたいな、節を重ねるとそれも通用しなくなってくるんで、で攻撃がやっぱこうシューって加工していくと守備頑張んなきゃいけないけど、でもそこまでその守備に力を入れてこなかったので、ちょっと今守備に苦労してるなっていうところがあるんで、そのセンターバックで若狭選手みたいなラインコントロールできたり、菅田選手みたいにもともと能力が高かったり、林選手みたいにそう後ろから指示できて、ラインの上げ下げコントロールできるキーパーを取っても良かったと思うし、もしかしたらそっちに目向けた方が良かったんじゃないのかなっていうね。でもあれだね、補強した感じ見ると失点を上回る攻撃力、そっちにフォーカスしてるね。早速まあ移籍組が試合に出てるっぽいんですけど、やっぱベテランも多いですから、松田陸選手中心に、やっぱこの熱量みたいなところは増えたみたいですね、試合に対する。ベテランこそ、そうだよね、そう、学ぶ選手的な、長澤選手的な、いい傾向にはあるようですけども、さあベガルタ戦どうなるのかなっていう、まあそういうわけで今ベガルタ連勝、2連勝ですね、3連勝したらどうなんだ、初になるのかな今季。あ、初じゃない、初か、初だ。まあでもやっぱり連勝大事ですよね。大事あれですよね、テテ選手が、まあ嬉しいニュースなんですけどね、韓国また呼ばれるじゃないですか、代表。ああ、そうだよね、とかがあって抜けるじゃないですか、怪我とかが離脱も多くないですか。そのエリキ選手怪我したじゃないですか。あ、そうだそうだ、今季出れないの。それ離脱系怖いですよね。怖い、せっかく今みんなこうギュッてなっていい感じになってるのに。ちょっと J1 の話だけどね、はいはい、斎藤光希選手、ああね、やっちゃいましたよ ね、やっちゃったっていうか、やられたというか、やられたという。夏やっぱ消耗しますから。はい、今年暑いしな、やばいよ暑さが。うまくやりくりしていただいて、なんか堀監督はそういうとこうまそうな気がするんですけど、うまそう、なんか無理、無理させなさそう。まあ、もっくんとかね、ベンチでうずうずしてると思うんで。ああ、確かに。まあ吉木選手だってうずうずしてると思うんで、うずうずした選手をねしっかりうまく組み込んでって、はい、怪我なくみんなで怪我なくみんな先生みたいな、先生、怪我なくみんなで家に帰るまで、はい、リーグ戦終わって昇格するまでがね、はい、今年のリーグ戦なんで。ウッチーとか大丈夫なのか、調子良さそうだったから出たかった気する。いや、あのゴールも上手かったよね。いや、めっちゃシュート上手かったよね。うまかった、ヨン様もよくあそこ見てたなっていうのもありますし、ね、まあ、間違いなく今いい流れですから、この流れをみんなで共有しながらね。そうだね、控えからね、控えから、そう、サポーターのスタンドから、3連勝4連勝で重ねられるように、はい、応援しましょう。はい、というわけで今日の皆様は以上です、はい、また次回お会いしましょう。さよなら、さよなら。